皆さん、こんにちは。日本の皇族、皇嗣秋篠宮文仁親王の妃、皇室会議予備議員、最年少の親王妃である、典子様の体調不良の現在、被害妄想が統合失調症レベルまでの悪化がやばすぎる。今日は、典子様のことについて紹介します。まずは典子様の経歴とプロフィールから紹介します。1966年9月11日、川島辰彦和代夫妻の長女として静岡県静岡市駿河区の恩師財団財政会静岡財政会総合病院にて誕生。父がペンシルベニア大学大学院に留学したことから一家で渡米、6歳までアメリカ合衆国ペンシルベニア州で過ごす。1969年9月、同州フィラデルフィアのローズモント大学附属ローズモントトリニティスクールに入園。この間に自由学園幼児生活団通信グループを卒園。1970年9月、同州のセントメリーキンダーガーデンに入園。1971年9月、フィラデルフィア市立ヘンリー・シー・リー・エレメンタリースクールに入学。1979年9月、日本へ帰国、学習院女子中等科へ編入し、学習院女子高等科に進む。女子高等科時代には、クラスで選ばれて構成委員を務め、街頭に立ってハンセン病患者を、はじめ恵まれない人たちへの募金を呼びかけたり、身体障害者の人たちが作った絵はがきを進めたりする活動に取り組んだ。1985年、学習院大学文学部心理学科へ入学。大学構内の書店で1年先輩の文仁親王と出会う。以降サークル活動を通して交際を深めた。1986年6月26日に文仁親王から求婚を受けるが即答は避けた。早い段階から宮中にも招かれ、皇太子明仁親王らとも面会していた。文仁親王が主催するテニスサークルでは皇太子明仁親王、美智子妃も参加してダブルスの試合に興じ、楽しんだという。明仁親王は、紀子ちゃんと気さくに呼びかけたり軽食を勧めたりするなど、ごく自然に一家に溶け込めるよう心配りをしたという。大学では文仁親王との出会いの場となった自然文化研究会のほか、心理研究会、手話サークルに所属。手話は文化祭で手話劇を見て感動したことをきっかけに始めた。言葉が不自由な学生に付き添って講義を受け、通訳をしたりノートを取ったりもしていた。心傷者の車椅子を押したり、自閉症の子どもの面倒を見るなどのボランティア活動も行っている。また大学内外の国際交流団体で留学生の世話をしたり、アジア問題など興味を持つ分野の講義を他大学で調講したこともあった。これからの人生が完全に暗転したと知り、何もかも壊しぶん投げたい心境になるのは想像に難くなく、それは心身症ではありえません。どん底に落ち自暴自棄になってきたというだけの話です。あくまでかまってちゃんでしかない典子は、惨めな状態で頭を抱えることを恥ずかしいとも思わず続けています。このままでは皇室新聞からさらに追撃を受け、海外マスコミの餌食とされるのも時間の問題ですね。台湾や香港のメディアも典子の学上の瞬間を待ち焦がれています。宮内庁の発表により、昨年末から体調不良であることが公表された。10日には内視鏡で井戸を検査し、異常は見られなかったとのことで、内調は体調不良が続いている典子様が同じく内視鏡で稲を検査し、異常は見られなかったと明らかにしました。典子様は去年末から体調不良が続いていて、最近は一層症状が強く出ていました。10日東京都内の病院で内視鏡で井戸の検査を受けられましたが、異常は見つからなかったということです。担当の医師からは、胃腸の機能的な障害によるものと考えられ、療養を心がけ自律神経の調整を図りながら過ごすように勧められたということです。また医師によりますと、回復には1ヶ月から2ヶ月程度かかる可能性があるということです。高井では11日、専門家が天皇具合両陛下や杉族方に講義をする新春の行事交渉はめの儀が行われますが、
内調は典子様が体調に気をつけて出席される予定だと明らかにしました。典子様は7日昭和天皇の明日に行われた岡倉の儀への参列と余暇の手話表現の鑑賞は取りやめられていました。こうした典子様のご体調についての報道に関してニュースサイトのコメント欄には国民から批判を浴び続けている、ストレスが原因ではないか、あるいはもう当分無理せず公務もお休みくださいといった意見が書き込まれています。胃腸の具合が悪いことが続いているということは精神的なストレスが原因だと思われます。ご自身がご公務に出たいというお気持ちでもお体が拒否反応を起こしてしまって胃腸に顕著に症状が現れてしまっているのかと検査で異常がなくてもお医者様が1から2ヶ月の療養期間が必要とおっしゃっているのですから、焦らずゆっくりと休養されることをお勧めします。今の時期では毎日寒い中で言いたくなるような思いをされている方が多数いらっしゃると思います。良いものを食べて暖かい部屋でぬくぬくとされている方のちょっとした体調の変化の報道はもういいので、被災されて亡くなっている方々に寄り添っていただきたいです。胃腸の強い症状があり、12ヶ月の療養が必要でも病名も出ず、内視鏡検査結果も異常なしとは、いかに私は医師でありませんが、経験から胃十二指腸食道に軽胃潰瘍があり、出血していてもおかしくないです。ご難波と言われる職場環境からも、五助五四足指定新築外国訪問でのストレスや、公務の層やら葛藤やらを抱えておられるはずです。ここのところは石段残せの通り、ゆっくりお休みくださいませ。検査では異常が見られなかったとのことですが、こうした典子様の微妙な体調の状況に関して内調関係者は次のように語ってくれました。昨年末から体調不良に悩まされている典子様は、最近特に胃腸の症状が強く出ておられました。そのため典子様は10日に東京都内の病院で内視鏡検査を受けられましたが、幸いにも異常は見つからなかったとのことです。担当医からは胃腸の機能的な障害によるものと考えられ、療養を心がけ自律神経の調整を図りながら様子を見るようアドバイスがあったようです。この診断結果により、ネット上では仮病ではないのか、まさかってんだろうといった厳しい意見も見られますが、一方で内町の職員らの間では典子様の症状が心身症である可能性についての見方もあるようです。特に近年典子様は公務中にカレコールなどの矢を受けることが増えており、これが心身にストレスを与え拒否反応を引き起こしているのではないかとの考えもあります。公務に対する心身の反応は典子様の健康状態に大きく影響を与えていると見られ、今後の健康管理と公務のバランスが重要になってくるでしょう。宮内庁関係者は、毒物購入を恐れこびに弁当が試食になど、心身ともに異常が見られる典子様ですが、最近では特にその精神面での異常が深刻な問題とされています。昨年末からアラミの不調を訴えられてきた典子様ですが、なんとそれと同時に子さんが私の食事に毒を持っています、私は雅子さんに殺されますなどといった異様な発言もされていました。ニュース報道では、典子様の胃腸の症状が強く出ており、通常の食事ができないとされています。ネット上では、一体どんな食事をとっているのかなどといったコメントも書き込まれていました。しかし、どうやら現在は典子様が子さんに毒を入れられている可能性があるなどと報じられ、通常の食事は全て拒否し、パッケージ化されたコンビニ弁当やカロリーメイト、ウィダーインゼリーなどの同食し飲み物を、缶かペットボトルに入った飲料をとっているようです。典子様はかつて週刊誌に掲載された、雅子様が学校にいじめっ子対策で給食に高鳴り侵略を混ぜてはと提案された記事を真に受けており、自分にも同様におかしな薬を食事の中に混入されているかもしれないとの妄想を抱かれているようです。宮内庁の職員らの間では、現状典子様のご体調異常に異様なまでの統合出張症的な傾向の見られる激しい被害妄想について心配されており、胃腸の専門医より先に精神科の診療を受けるべきではないかといった声も上がっているようです。
前出の宮内庁関係者によれば、かつて雅子さまは週刊誌にいじめ対策で給食に向精神薬を混ぜてはと提案した記事がありますが、実際にはそういった発言は一切なく、東宮職より学習院書家に対してこのような発言をしたことはありえませんとのアナウンスがなされています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。